はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、本当に楽器があまりできないような人がですね、一気にこの EasyKeys2 これを使ったらすぐに楽曲ができちゃったみたいな、そんな面白い動画を撮ってみようと思っています。今 MIDI のトラックにピアノの音源を入れてあります。これをですね、僕のとっても拙いピアノでですね、ちょっと弾いてみてですね、そしてそこから作っていったりしましょう。ですから僕はここにオートクォンタイズをかけています。クォンタイズは8分の1ぐらいでいいでしょう。じゃあこれで録音を開始します。はい、録音をしました。どんな感じか聞いてみましょう。ダメなところは直します。まずはクォンタイズ。オートクォンタイズはしてありますけれどもですね、どんな感じかちょっとクォンタイズをしてですね、そしてレガートにしておきましょう。これでレガートになりました。ベロシティがバラバラですので、もう一回一定にしておきましょう。すべて選択しまして、一旦上に突き上げます。はい。そしてある程度落とします。はい、これで聞いてみましょう。まあ僕としてはこんなもんでしょう。ちょっと気になったところがありました。この辺だったかな。ちょっと聞いてみますね。はい、これはい、これでいいですね。じゃあこれができました。できましたから、これを EasyKeys に載せたいと思います。特にスタジオ1の場合はこれを一旦書き出ししないといけないんですけど、書き出しめんどくさいですよね。そういう時はコントロール B でバウンズしてしまう。こうやってオーディオにすれば書き出しが楽ですので、このままですね、ドラッグ&ドロップします。便利ですね。このようになりました。 BPM は108、 C メジャーこれでいいですので OK をします。するとこのようにできました。全体を見てみるとこんな感じです。じゃあこれにピアノのフレーズがもうついていますので、これで鳴らしてみましょう。はい、いいですけれども、ちょっとピアノもうちょっとかっこよくしましょうね。これでは、
悪くない。そして困難はどうでしょうか。はい、いいですね。めっちゃ楽じゃないですか。僕のように拙い鍵盤でもですね、こんなことが瞬間でできてしまうんですね。歌がまずまず歌える人なら鼻歌で大丈夫ですね。鼻歌で一回やってみましょうか。村長下手くそですけれども、鼻歌で、はい、これ消します。これで録音します。はい、銅の音もらいました。ララ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 、なんぼほど下手くそだね。まあ下手くそだったらですね、これをメロダインで直すとかいうこともできるわけですね。これにメロダインをかけてみましょう。このようにメロダインがかかりました。キーは C メジャー、すべてを選択しておきますね、これね。はい、そうしまして、もうピッチをですね、もう強制的にこうやってしまいましょう。 OK します。はい、そうしまして放り込みます。これで OK をしました。じゃあこれで鳴らしてみましょう。後ろ音痴になってましたので、この辺までしか皆さんには聞かせられないと思いますが。いいじゃないですか。簡単という意味ではね、僕のような音痴はダメですよ。でもこれでできる。皆さんね、いろいろ挑戦してみてください。イージーキーズ2を持っている人、ぜひともですね、こうやって歌から曲を作る。これからの音楽制作ってどうなるんでしょうね。今までのやり方とは全く違うようなアプローチで制作ができるんではないかな。そんな風に考えています。皆さんぜひともですね、このイージーキーズ2、うまく使っていただいて、いい作品を作ってください。村長スタジオでした。